瞑想も善行意の一つですね。瞑想は善行意の中でね、一番トップ、第一。で、その中で、ヴィパッサナー瞑想は一番上、次にサマーディ瞑想になるんで。それも善行意なんです。それから、瞑想でない善行意もありますね。で、それはこの心の汚れをなくす何か行為ですね。まあ一番わかりやすいのはこのお布施とかね、まあそういう寄付とかね、その場合は物をあげることなんですけど、自分には物に対する執着がある。自分の物をあげることはお布施寄付なんですね。人のものをあげることはお布施にならないんですね。だからお布施のあげるものは完璧に自分自身のものでなる必要があります。条件的には自分が頑張って、自分が苦労して、自分が儲かったもの、まあだからお金でやろうか土地でやろうか何でもいいんです。で、文句なく私のものというふうに、例えば親からもらった土地があります。はい、これ私はお布施しますと言ったっても、向いてる兄弟がいるならばね、これは自分だけのものじゃないんですね。その場合はまあ二人でやらなくちゃいけないんです。そういうことで、じゃあなんでそういうふうに条件があるのかというと、自分のものには執着ある、合法的な執着ある、違法じゃないんです。そこを上げると、そこ執着に欲にちょっと影響が入りますね。それがすごい善行意と言うんです。で、問題はそういうこの正しい言葉しゃべることやら、戒律を守ることやら、人を助けることやら、まあそれでどこまでやるのかと、それだけで完成できるのか。完成できないんですね。だから善行為のみで人格向上はできますけど、人格向上を完成することはできないんですね。それを理解するためにこのジャータカ物語のストーリーあるんですね。で、例えば結構あるんですね。菩薩はどこかどこかで生まれて、ですごい億万長者の家で生まれて、一人息子で、それで両親が亡くなったら考えるんですね。これほど財産、苦労して苦労して儲けて儲けて、もういくら使っても終わらないぐらい財産を貯めて、両親が死んじゃったと。で、私も同じ仕事をして、また金儲け続けてやらなくちゃいかんやと。何やこれやと、意味がないんだと。金儲けしたっても金を置いて死ななくちゃいかんだよと思って、自分のすっぺての財産あげるんです。あらゆる人々に持っていってください。家の中にある金やら何でもかんでも、それから住むところ土地がない人々はそこ適当に自分が家作って住んでくださいと、自分が一文なし状態になるんです。それから森に入って修行するんです。だからそこまでお布施立っても完成がないんです。
だからまあ両方やるしかないんですね。先行や一切しないと言ったらそれはすごい執着なんです。瞑想だけするぞと思ったらあまりにも腹黒いやり方になるんです。そうすると悟りの方に行けないんですね。だからそこら辺ですね、考えるべきところはね、先行意はしますけど、先行意だけで下脱に達することはできないと。なぜならば先行意はいくらやっても完成しません。人にご飯あげたとしましょう。で、一回ご飯あげたからというその人の問題は解決したわけじゃないでしょうに。そうするとその人は一生死ぬまで食べさせてあげなくちゃいけなくなっちゃうんですね。これも現実的に不可能でしょうに。だからまあ先行意もしながら瞑想をする。そこでバランス整えばいいと思います。はい、以上です。